受験シーズンも終わり、合格をつかんだ人にとっては待ちに待った春がやってきます。その一方で、受験に失敗し浪人が決定した人や、来年は受験生になる人にとっては試練の1年のスタートが春とともにやってくるわけです。そんな浪人生、受験生の強い味方となるのが学習塾や予備校の存在。受験シーズンが終わるこの時期は生徒獲得の最大のチャンスで、 CM や広告で生徒獲得に乗り出します。しかし、学習塾や予備校などの教育業界には深い闇が潜んでいるのを知っていますか？皆さん、こんにちは、星真奈です。今回は学習塾、予備校の深すぎる闇をご紹介します。1. 学習塾の正社員講師の実態。教育業界に興味を持ち、塾業界へ就職しようと思っている人も多いのかもしれません。しかし、そこには表には出ない学習塾の正社員の信じられない実態があります。 1. 出勤時間は8時から9時、終わりの時間は23時、遅ければ夜中の2時、休日出勤手当も残業代もなし。2. 営業がつらい。学校の校門前でチラシ配り、深夜のマンションにチラシ巻き、学校の授業参観で PR、 文化祭で PR など、教えるだけでなく営業活動もしなければいけません。 3. 突然の校舎の移動、閉鎖がある。少子高齢化の影響で塾同士の生徒の取り合いは激しく、その結果突然校舎の運営が立ち行かなくなることもあります。大手が隣にできると生徒の大移動が起こります。月謝制なので、テストの結果が悪くなったら別の塾を考えてしまうからです。 4. モンスターペアレントや生徒に苦しめられる。小さい塾は大手がテストで落とす子供を拾うことになります。つまり問題児が多く、また親もモンスターペアレントである場合も多いのです。でも経営のためには受け入れざるを得ないのが現状です。個別指導塾の授業の裏側。一人一人の目標や進度に合わせて授業を進めてくれる個別指導塾は人気があります。駅前ではたくさんの個別指導塾が乱立していますね。しかし、この個別指導塾も闇を抱えています。ある大手個別指導塾、講師は大半が大学生です。生徒3人に講師1人という形態をとっていますが、この生徒3人、学年も教科もバラバラ。しかも大学生講師はその日初めて自分が担当する生徒と教科を知ります。突然何の準備もなく、そのまま授業がスタート。中学生に英語の構文を教えたと思ったら、小4に鶴亀山を解説し、直後に小5の水溶液の質問に答える。こんな3通りの指導を同時にやらなければいけません。当然均等に時間配分はできませんし、その場しのぎの対応も多くなります。おとなしく質問ができない子は放置されることもあるそうです。 3. 塾開業の闇。新しい塾ができては、あちらの塾が閉鎖し、また新しい塾と、最近は塾が立て続けに開業しては閉鎖を繰り返しています。新たに塾を開くとき、通常数百万円から1000数百万円かかります。当然のことですが、数年間かけてこの金額を回収しなければなりません。また個人経営の場合は、金融機関などから借金をして開業することも多く、その場合本来必要な費用に加えて返済額を上乗せしなければなりません。さらに開業して 1、2年は生徒数が少ないことも多く、そのため1人当たりの支払い額を大きくしなければ経営が成り立ちません。またフランチャイズなどでは、教育の素人が塾を開くこともあり、この場合本部の売上促進策を何の疑問も持たずにそのまま実行する経営者も多いようです。このような状況から、新しい塾がこの競争が激しい業界で生き残るというのは至難の業で、その結果相次ぐ塾閉鎖が起きているのです。いかがでしたか？予想以上の劣悪な環境で働く塾講師、そして塾の裏側、それを知らずに子供を預ける保護者にとってはショックな事実ですね。あなたはそれでも塾業界に足を踏み入れますか？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。